はい、えー、今回ですね、インターネットの記事からなんですけども、この NHK が発信してます。10万円一律給付、自己申告に基づいて行われる見通し、麻生財務省と書いてます。これね、2020年の4月17日の記事なんですね。えー、私これ読んだことなかったんで、ちょっと改めて振り返ってみます。えー、これね、今年また、もしかしてね、えー、この、一律給付が出るとしたら、こんな記事になるのかな、っていう風な感じなんですよ。 えっと、繰り返しますけど、これ私記事読んだことなかったんで、今ね、こうやって、改めてど、どんなことが書いてあるのか、ああ、ちょっと皆さんと考えてみたいなと思ったわけなんですよね。え、政府が経済対策を盛り込んだ補正予算案を組み替えて10万円の一律給付を行うことについて、あ、補正予算案を組み替えたんですね、確かね。そんなこと言ってましたね。だから一度決まった補正予算を組み替えて10万円を出すということに決まったんで、えっと、私ね、繰り返し補正予算が決まったから、もう、 この中に特別定額給付金の良さないよっていうふうに言い続けてきたんですけども確かに補正予算組み替えられて10万円を捻出するみたいなことがあったわけですからうんまあ前例がないわけじゃないですね麻生副総理兼財務大臣は閣議の後の記者会見で給付は自己申告にも続いて行われるということを見通しを示したと自己申告にするそのワンアクションを置く意味が特にないんじゃないかなと思うんですよ まででもねねそういういにしたんです、ね、この中で麻生副総理兼財務大臣は一律で1人当たり10万円の給付を行うことについて1人世帯の家庭には30万円来るはずのものが10万円になってしまうところもありご家庭によって差が出てくるとは思うスピードを持ってやるのが一番大事なので少し時間がかかることになるが。 うん、それでもできるだけ早く5月にはという感じはしている。と述べ、5月には給付を始めたいという考えを示したと。4月17日の発表で5月から給付を始めたいということなんで、2週間後にはもうお金払っていくよってことですよね。結構早かったですね、これね。こうやって振り返ったら。うん。その上で麻生大臣は、今回は要望される方、手を挙げていただいた方々に給付すると。人によって違うだろうが、富裕層は受け取らない人もいるのではないか。うん。と述べ、 給付は自己申告にに基づいいて行われるることになるととなう見通ししを示したと確かに富裕層は受け取ったところで、調整されちゃいますからね、あんまり変わらないんじゃないかなと。それだったらもうほっといた方が、あ富裕層の方としてはコストパフォーマンス、時間帯、効果がいいんじゃないかなということはありますね。さらに必要な財源については、10万円かける1億2600万人で、12兆6000億円かかる。 まあこれね全員が申請した場合ですよね。今までの予算が4兆円で、差額が8兆から9兆出ると述べ、えー、赤字国債のさらなる追加発行が避けられないという認識を示したということですね。だからこれ繰り返しますけども、あの国債っていうのはね、財政出動の記録ですから、単なる。これだけ出しましたよって記録、台帳ですから、別にこれをね、借金と言い換える必要はないと思うんですよ。国債イコール借金ではないってことです。これ私たちの胸によく刻んでおきましょう。 えそしてですね、あの、西田昌司さんが昨日のあの YouTube 放送で言われてましたけども、自民党内でね、えいわゆる MMT のことをまた勉強会をしたんだと言ってましたね。そしたら多くの方が目からウロコが落ちたみたいなことを言われてねえ、ものすごく財政に対する考え方が変わったということなんで、えー、まあ、西田昌司さんのね、働きっていうのは本当にすごいですよね。まあ、顔がちょっとね、怖いっていうかね、 あの、ヤクザみたいな <laughs>、あの、勢いのある日本男児の顔で、やっぱ、こう、自民党内に責められると、うん、まあ、言うこと聞かざるを得ないみたいな圧力あるんじゃないかなと思うんですよ。ある意味ね、最もね、財務大臣にふさわしい自民党の党員ではないかなと思うんですよね。うん、西田正治先生がね、財務大臣やってくだされば、我々はこんな苦渋をなめることはないんですけどもね。うん ということでね、過去の記事からお届けしました。10万1日給付、自国人口についても、うん、行われる見通しということで、えー、去年の4月にこの記事が出たとき、多くの方は、うん、本当に喜ばれたんじゃないかなと思うんですよ、うん。で、仮にね、仮にですけども、まだ全然わかりませんけども、もし、もう一回こういうようなね、一時給付があった際は、さすがにね、お礼を言いましょうね。まあ、お礼、お礼っていうか、お礼言わなくていいですね。当たり前のことですね、こういうときには。 国の義務ですよね。国民を救うのは。国民の生命財産を救うのは。うん、お礼どころじゃないな。これ、お礼の気持ちはあってもいいんだけど、どうですかね。うん、お礼言うのも尺なんですけども、でも一応ね、やってもらったこと、答えてもらった要求に対しては、お礼を言うのが筋かなと思いますんで、まあ、ありがとうと。ありがとう日本政府と言いましょう。ありがとう財務大臣と言わなくていいんで、ありがとう日本政府と。さすが、税金を払った甲斐があるというもんですよ。税金を払ってない人もいると思いますけども、でも、税金払ってるでしょ。 消費税ってものは絶対払ってますからね、皆さんね。だから、堂々と受け取ってくださいね。えー、今回は過去の記事から色々と話してみましたけども、なるほど、こういうことがあったんだなっていうふうなことをね、思い出しましたね。こうやってインターネットでいいですね、今でもこうやって記事が残るんで。うん、すごくいいなと思いましたね、改めて。それではね、えー、これからも皆さんよろしくお願いします。本当に給付金一律で出るといいですね。本日は令和3年の1月17日朝6時でございました。